岡崎運兵衛岡崎運兵衛から1919年12月17日は、日本の地主、実業家、政治家、衆議院議員、旧姓、高橋、幼名、健作、雅号、雲隣。出雲国神門郡稗原村で、豪農、高橋佐十郎の次男として生まれ、10歳で、松江県庁の豪商、先代、岡崎運兵衛の養子となる。江戸の昌平坂学問所で学び、帰郷後、範樹、沢野修介、中村守でなどに師事し、さらに南画を天野漱石に学んだ。慶応3年養父の死去に伴い18歳で家督を継承し、運兵衛を襲名した。維新後、自由民権運動に加わり自由党に入党。松江町会議員、松江市会議員、同議長、島根県会議員、同副議長、同議長を歴任。1890年7月、第1回衆議院議員総選挙に、島根県第1区から出馬して当選し、その後大成会に所属した。第2回、第7回、第8回、第10回、第12回、第13回総選挙でも当選し、衆議院議員を通算7期務め在任中に死去した。1879年、松江新聞の創刊に参画。1890年に松江日報を創刊して主筆に藤原銀次郎を招聘した。1901年、商用新報を創刊し、同紙は1940年に山陰新聞と合併するまで存続した。また、不評第63連隊の誘致、山陰鉄道の開通、島根農工銀行の設立、松江電灯の設立、松江米国取引所の設立などに尽力した。1880年に生活困窮者の救済のための恵み会社が設立され、社長に就任するなど、社会事業、公益事業に多額の寄付を行った。ありがとうございます。